韓国では26日、10年ぶりとなる市街地での軍事パレードが行われました。小雨模様の中、ソウルの中心部で26日午後4時から行われた軍事パレードでは、戦車や無人飛行機、ミサイルなどの兵器が登場しました。また、今回初めて在韓米軍の兵士が行進を行いました。市街地での軍事パレードは、国軍の日に合わせ5年ごとの節目で行われていましたが、北朝鮮との融和政策を進めていたムン・ジェイン政権下では開催されず、今回が10年ぶりの実施となりました。午前に行われた記念式典では、ユン・ソンニョル大統領が核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対し、核を使用すれば韓米同盟の圧倒的な対応で政権を終わらせると述べ、強硬姿勢を改めて示しました。